ってさ、教師に向いてないかも。宮本洋平と、あ、まだ決まってないんだけど、宮本美代子、その夫婦は離婚届から始まった。私は今日まで生きてみました。子育てが終わったタイミングが一番嬉しい。熟年離婚、こんなものあったけど何なんだ一体。ドッキリか何かが。ダメだ、うまくやれる自信が全くない。年を取ってからも愛し合ってる夫婦なんていくらでもいますよね、宮本さん。ラブラブな季節はあっという間に終わるんだからね、宮本さん。自分のやることをきちんとやったから言いなさい。はあ、お、なんて言えばいいかな、お母さんに。俺に聞かないでよ、そんなこと。見ちゃったんだ、離婚届。俺に不満なら言えばいいぞ。不満はないけど不安はあるの。なんだよそれ。俺がどれだけ我慢してるか分かってんのか。あなたってさ、結婚に向いてないよね。好きにすればいいだろ。不倫しかありませんね。僕はそういうのでしょ。宮本さんじゃなく奥さんの方が。覚悟を決めるしかないのか。伝えろ宮本洋平。恋妻家宮本。俺はお前が